It's like Alice's Brown Hot Dog Goodbye Bye Awakeness。 はい、皆さんこんにちは。ベースボールキングチャンネルの、開幕展望企画ですね。今回もやってまいります。今回は昨年セリーグ3位の阪神タイガースというところで、藤田君引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ここではですね、各球団のね、開幕に向けて戦力を見ていったりとか、まあ、ここまでの動きだったりとかっていうのを振り返ってるんですけれども、じゃあ今回も、プロ野球スピリッツ2019コナミさんから発売中です。はい、こちらをね、選手リストとしてちょっと活用させていただきながら注目ポイントを上げていきたいと思うんですけれども、まあ阪神はね、去年まあ一番やっぱ記憶に残ってるのは、あの最後の負けたら終わりからのね、連勝で6連勝で来ましたね。 CS 滑り込みっていうところでね、まあ矢野監督就任1年目でだいぶなんか明るいチームとしてね、まあ見てて、やっぱ投手力ですか、まあ特に後ろがね、すごく良くて、まあ藤川球児投手ね、56試合登板する今年40歳になった投手ですなる投手ですけど、もうだってほぼほぼこう年度別成績とか見ちゃうと変わんないんですよね、全盛期とかのね数字が。もう引けを取らない、久しぶりに守護神、もう阪神復帰後はね、まあ、セットアッパーの方が多かったんですけど、はい、去年はもう抑えとしてフルで回りましてっていうところでね、まあ、途中から抑えに回って結果を残して、今やもうセーブ数でもね、迷宮帰り目前のところまで来てて、こちらはそうですね、141セーブはおそらく日米通算かなところになってるんですけど、迷宮帰り目前ってところもありますし、今年も後ろは大丈夫なのかなってところはありつつ、まあ一番変わったといえばやっぱり補強した、まあ打線ですよね。藤田君のね、注目ポイントもそこになると思うんですけど、はい、まずはこのボーア選手。いやどうなんだってね、みんな思ってる。どうなんだってみんなね、まあ、入ってきてずっとね、キャンプでもなかなかちょっとフィットできてないところがあったんですよね。そうですね、エンゼルスからね、はい、タイガースやっていきましたけど、まあね、打撃練習入れば、まあ、バースの再来やという話はね、よく出てきてましたけど、はい、オープン戦でちょっとね、待てど暮らせど当たりがみたいなところもありつつだったんですが、まあそれの後ね、こんな難しい調整期間を経て6月に、ね、練習試合再開しましたけど、そこではきっちりと結果を、ね、はい、今残しているというところなんで、まあ、開幕までね、2週間ちょっとですかなりましたけど、はい、まあ、まあ順調には来ているのかなっていうところはありますよね。開幕に向けてどれだけ状態を上げていけるか期待して、もう一人、ああそうですね、外国人選手でいくとサンズ選手ですね。はい、こちら韓国のねチームから補強になるんですけど、こちら右打ちの外野手ということで、まあこの2人がじゃあ中軸としてどう回るかどうかっていうところ、そうですね、なるかなってところですよね。あと、まあ、外国人選手でいうとマルテ選手がね、はい、チームにはいまして、そうですね、ここ、まあ、あとそう、外国人選手がね、阪神8人ですか、はい、登録されてるんで、そこの争い、あとは使い分けといいますか、ここもかなり注目ポイントになってくるかなと思うんですけどね。マルテ選手はまあ去年ね、試合に出てますし、活躍もまあ見せてるんですけど、ちょっと怪しいですもんね、活躍しなきゃ出れないという状況になったんで。そう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 、逆にそれがプラスに作用してくれるとね、マルテ選手のモチベーションになって、うん、じゃあ三塁大山と争いだって。そうなんですよね、そこでね、マルテ選手が燃えてプラスに作用してくれたらいいですけど、中軸争いっていうところでいくとやっぱりそうですよね。先ほど名前挙がった大山選手もね、去年4番として奮闘してまして、まあちょっとね、阪神ファンの方々からね、まあ、見てるとちょっと厳しいなって思う得意もありつつまあそれも期待の裏返しってとこもあるんでしょうけれども、ね、まあこれがね、文句なしの4番だっていう成績を残せるようになるってなるとね、まあ、あとその外国人選手が入ってきたことによって、まあ、打順がもし変わった場合とかね、またそれも発奮材料にはなるかなと思うんで、このね、外国人選手の中軸争いプラス大山選手、そこで奮起なるかっていうところは結構ポイントになるかもしれませんね。はい、どうでしょう、その他の注目ポイントで言うと。まあそうですね、やっぱり先発争いというか、ローテーションのところでやっぱり西投手がね、去年加入して、はい、この、まあ、10勝8敗というところでしっかりと、まあ、ローテーションの軸として働いてくれてたのかなっていうところもありましたし、で、まあ、矢野監督もね、もう早い段階からもう開幕投手は西でいくよっていうところ言っていたので、まあ、今年もローテーションの、ね、軸
1人目としては、まあ、西投手で大丈夫だろうというところはあるんですけど、まあ、その2以降2番手以降の争いになるとこの高橋遥人投手ね、矢野監督が今年すごい期待する選手として名前を挙げていたんですけれども、ちょっとここに来てコンディション不良っていうところが言われていて、詳細がねなかなか明らかにされてないんですけれども、ちょっとまだ実戦から遠ざかっているという部分で開幕は厳しいだろうっていうところがあるので、これはちょっと阪神にとって痛手かなというところありつつ、まあ去年ねこの青柳投手はい頑張りました、右の変則投手ですけれども、青柳投手だったりとか、まあガルシア投手そうですよね、岩貞投手、ベテランの秋山投手ですか、あとまあ能見投手もね、まあ中継ぎがね去年メインでしたけど、まあ実力者と若手のねこれからっていうピッチャーがひしめいている、まあ2軍の試合とか見てても結構楽しみな投手はいっぱいいるので、この中で誰が、まあ、2番手3番手4番手確保していくかっていうところ、うん、まあ、若手の成長も待ちつつ、あとはそうですね、新外国人選手もね入ってきているので、まあ、エドワーズ投手は後ろのピッチャーになりますけれども、はい、ガンケル投手ですか、はい、とか入ってきてますしね、あとそうですか、スワレス投手もね今年から阪神に加入していたりとかっていうところですよね。このローテーション争いはまだ開幕が決まって開幕に向けた調整続いてますけど、もう本当にまさにサバイバルっていう状況だと思うんで、うん、開幕に向けて誰が出てくるのかっていうのはね、ここから開幕そして開幕直後に向けての大きなポイント、注目ポイントになるかなとは思っています。あとはですね、まあ、近本選手ですかね、はい、こちらも去年ね、まあ、ちょっと相手が悪くて新人王が取れなかったっていうのもあるんですけど、まあ、1年目でねこれだけの成績残してレギュラー取って残してオールスターではね MVP なんか取ったりもしてましたけれども、今年はこの近本選手が2番で起用されるっていうことが、はい、濃厚だということで、まあ、2年目の慣れといいますかね、まあ、今年さらに成績の上積みとかもちょっと期待したいところではありますし、まあ、今年ね2番でどんなフル回転してどんな成績を残してくれるのかっていうところ、これは今年ちょっと注目したいなと思ってますね。あとその外野でやっぱり近本選手がセンターで軸でいて、はい、まあ、左右にベテランの福留選手と糸井選手がいて、まあ、あと高山選手だったりとか中谷選手だったりとか、まあ、そう今一つこう、ね、殻を破りきれてなかった選手たちがそのベテランを、ね、脅かすような、ね、活躍を見せてくれると、そこがまた競争が、ね、激しくなって、それがまたチームの、ね、こう底上げにつながっていくかなと思うんで、はい、多分阪神はこう、まあ、ラインナップは決まってくるんでしょうけれども、ここから開幕、それから開幕した後もずっと引き続き競争っていうところがね、ピッチャーだったり外野だったり内野だったり、ここは今年はもうシーズン通しての注目ポイントに、ね、なるのかなっていう気がしております。はい、では最後に阪神のね日程を少しおさらいしておきますと、阪神は、アセリーグはですね開幕のね日程再編で開幕カードの変更なんかもありまして、阪神はいきなりライバル巨人とね対決になるんですよね。伝統の一戦で開幕ですね。そうなんです、6月19日の開幕戦は東京ドームで巨人との対戦ということで、まあ 100%、 99% 菅野投手がね出てくるというところで、うん、ここにね阪神の新打線がねどんな顔ぶれで出てきてどうやって打ち崩していくのかっていうところは一つ大きなポイントになりそうという点と、あとセリーグはですね今年から、今年からというか今年に関しては、移動リスクを軽減するためにですね結構、まるっと長期間、東日本に滞在して、それから西に移動して西で日程を消化していくっていうね新しい日程になっているんで、まあ、今回、東京ドームからのスタートということで阪神はですねもうしばらくロードになるんですね。しばらく敵地での戦いが続いて、本拠地甲子園の開幕は7月7日です。七夕の日です。おここまで甲子園には戻ることができませんというところなので、この7月までのね、まあ6月19日から7月7日までの期間をいかにこうしのいでいくかっていうところですよね。やっぱりビジターチームどうしても移動はもちろんですけど、その調整っていう部分でもね、うん、施設が使えなかったりとかっていうところがあったりして、ね、練習のねところちょっと苦労する部分も多いかなと思うんで、ここを乗り切っていかに甲子園に帰っていくかっていうところですよね。7月7日に甲子園に戻ってから発表されている7月23日までの 1,2,3,4,5 カードは全て甲子園での
試合になるっていう、まあ、結構極端な日程になってるんで、はい、いかにしのいで甲子園に帰って甲子園で稼ぐかみたいなところがかなり序盤のセリーグのね注目ポイントになりそうかなっていうところも一つ挙げておきたいと思います、うん、はい、こんな感じでですねベースボールキングチャンネルの、開幕展望特集行って、引き続きね行ってまいりますので、ぜひぜひチャンネル登録などして開幕までのね期間で、チェックして楽しみに待っていただけたらなと思っております。それではまた皆さん次回お会いいたしましょう。さようなら。